あの世に近い場所だ。入ったら簡単には戻れないぞ。準備はいいか？覚悟はできてるみたいだな。どうだ、あの世で会いたいやつはいるか？俺は田舎のじいさんに会いに、一緒にカッパを探したんだよ。父さんと母さん、汚れだらけだ。江戸の言う通りなら冥界の交友もありそうだな。あいつらまでいるのか。手に入れられないね。付き合うしかないな。できれば早く帰りたいよ。どうしても渡してくれないみたいだぜ。Thank you.
っとと帰るぜ。調子のいいやつ。汚れが元に戻ってるよ。道理で帰ってくるやつが少ないわけだな。死ぬかと思った。あの世ってのは帰ってくる方が難しいもんだからな。お前妹と二人で暮らしてたのか。そうだよ。そうか。それなら絶対あの子を救わないとな。物資は補充できたな。KK であってほしいんだが。エドだ。またボイスレコーダーだな。今の渋谷の状況を確認したい。あの奇妙な月を調べてくれないか。これはとても重要なことなんだ。データは複数欲しい。いくつかのポイントでデータを取ってくれ。必要なものは準備しておいた。後ろのロッカー252だ。では頼んだ。ものすごく一方通行な会話だったね。いつものことだ。けど、あいつが重要だって言うんだ。調べてみるか。
まずはロッカーにあるものを回収しよう。252だったね。物質も肉体もやがて。KK なら分かるって言ってたけど、何か心当たりある？さあな。技を覚えられそうだな。より強力な技まで待つのもありだ。そういうことか。うちのガキが好きだった車だよ。このタービンホイールなら使えるだろう。これで全部揃ったな。アジトに戻ってバイクの修理だ。物質も肉体もやがて。KK の家族の話、初めて聞いたかも。話すほどのことじゃないかな。じゃあいつか聞かせてよ。僕も話す。まあいつか。私が求めているのは支配でも統治でもない、救済だ。君たちを。よし。
お食べ。慌てずに。しっかり祈ったか？もちろん。アキト、
少しの間、俺に体を貸せ。修理する。うん。そうだ。このまま敵陣に突っ込むぞ。準備はいいか？来たんだ。手ぶらじゃ帰れねえな。ああ、必ず周りを取り戻す。私はここで死んだ。悔いを残してね。けどそれもあなたたちのおかげで晴れた。言っちまうのか？もう思い残すこともないから消えるしかない。最後まで付き合えなくてすまない。気にすんな。こんな姿になっても私は死後の世界は信じてない。そんなものがあったらみんな喜んで死ぬに決まってる。生きなさい、懸命に。
行こうぜ、相棒。エリカのことがあいつをこの世につなぎ止めてたんだ。その思いがなくなれば消えるだけだ。KK もなのか。だろう